気合いレッツオどうも、ヴァンパイアーズトークのお時間です。皆様、新年明けましておめでとうございます。いかがお過ごしでしょうか。本日新年1月12日ですけれども、いやー長いですね、お正月休みいただいておりまして、ようやく2022年一発目の動画と相なりました。なんかはい、ちょっと別にスランプとかじゃないんですけど、なんかねインプットが最近なくて、はい、ラルクアンシエルもすっかり今お正月休みでしょ、まあ、それに合わせて私もちょっとお正月休みいただいてたというような感じでございました。またバリバリ動画上げていきますんで、何どうぞ、まあ、バリバリつくことないですね、無理ない程度にぼちぼちでやっていきますんで、皆様もお付き合いいただけますと嬉しいなと思っております。で新年一発目の動画なんですけども、もう全然本当タイムリーでも何でもないんですが、ラルクアンシエルのですね、ラコースティックバージョンっていうのがあって、まあ、もう皆さんご存知だと思うんですけど、それ私お恥ずかしながら初めて、全部聞いてみましたんで、それについての、解説の動画と、皆さんのベストは何ですかというご意見をお伺いしようかなというような動画でございます。きっかけ何かというとですね、もうそろそろなんかラルクのあんまり聞きなじみがない楽曲聞きたいなって、思ったんですよ。多分ドエルの皆さんも思ってるんじゃないかなと思うんですけど、もう散々本当ラルクの音源聞きまくってて、で一番新しい最新のアルバムがバタフライでね、これ最新のアルバムって言ってますけど2012年の発売ですから、もうかれこれ10年近くアルバムが出てないというような状況なんですね。まあ、もちろん XJAPAN 先輩っていうのが、偉大な先輩がいらっしゃいますから、まあ、こんな10年ぐらいなんてことはないっていう気持ちもあるんですけれども、なんせまあ10年間アルバムが出てない、まあ、もちろんシングルがね、出てますけども、去年なんか2枚も出ましたけれども、そろそろですね、なんかあんま聞いてない新しい聞きなじみのないラルクの音源聞きたいなと思ってですね、いろいろ探してみたところ、一部のシングル曲のカップリングにですね、まあ、ラコースティックバージョンっていうのが収録されておりまして、皆さんもご存知だと思うんですけど、それをちょっと今回初めて聞いてみました。昔だったらね、ほんとシングル CD1 枚ずつ買って聞くっていう風にしないといけないんで大変だったと思うんですけど、まあ、今は本当ありがたいことにサブスクリプションサービスがいろいろありまして、私は Amazon Music Unlimited ですけ、まあ、それ登録してるんですけれども、そこの検索欄にですね、ラコースティックと入れて検索すればちゃんと出てきて、すごい便利でした。こんな画面ですね。こんな感じでラコースティックバージョンとかで入れたらですね、まあ、楽曲こうやって出てきて、ちゃんとね、すごい簡単に出てきたんで便利な中だなと思いながら、聞かせていただきました。これを機にちょっと聞いてみたいなっていう方もですね、まあ、ぜひ試してみるといいんじゃないかなと思います。でパンクアンシエルってあったじゃないですか、メンバーが楽器を変えて、まあ、編成変更してアレンジとか変えて既存曲をやるっていうのがあって、まあ、あれちょっと聞いた時にはあんまり私好きじゃなくって、お好きな方がいらっしゃったら本当申し訳ないんですけども、なのでラコースティックバージョンもそんなに期待してなかったんですけど、もう聞いたら本当びっくりしました。めちゃくちゃいいんで、もうそんな知っとるわと、何言うとね今頃という方もいらっしゃると思うんですが、まあ、ちょっとお付き合いいただければと思っております。やっぱラルクすごいなと思いました。今聴ける配信で聴ける音源としましてはこの4曲になります。まずキスキスキスのカップリングの I'm So Happy、チェイスのカップリングの My Dear、ウィングスフラップのカップリングの Honey、Don't Be Afraid のカップリングに Cradleね、たった4曲しかないんですけども、ほんとどれも素晴らしい出来栄えで、まあ、通常こうアレンジだけ変えるみたいなリミックスバージョンとかだったら、まあ、ボーカルは音源のものそのまま使って、でバックのオケだけ差し替えっていうパターンが多いと思うんですけども、この4曲は全部ですね、ちゃんとそのアレンジに合わせて、ハイドさんが新たに歌い直してるっていうところが、いやもうほんと素晴らしいなと思いました。やっぱりそのアレンジに触発されてメロディーが変わったり、そのメロディーのはめ方を、まあ、アレンジに合わせてね、またはめ直したりっていうのは、本当その
一つの音楽がどうすればベストな音楽になるのかっていうのを常にやっぱり試行錯誤されてるっていう姿勢が伝わってきて、やっぱすごいなと思いました。じゃあ一曲ずつ簡単にご紹介いたします。まず I'm So Happy ですね。I'm So Happy もともと確かにちょっとこうブルージーな雰囲気があって、なんか向こうの乾いたロックの感じがあったと思うんですけども、それをさらにですね強調するようなアレンジになってました。聞いていただいたら分かるんですけど、エレピですね、エレキピアノと歌が中心な、もうほんとシンプルな、まさにアコースティックな感じのアレンジです。ただ、バンドと違ってエレキピアノ、エレピと歌だけですから、すごくこう音に隙間があるんで、メロディーがすごいこうフェイクが多くてですね、かなりフリーキーに、フェイク入れてて、かつセクシーなハイドさんのボーカルが非常に印象的になってます。なんかこうキュートなね、小悪魔がなんか彼氏に向かってちょっとこう可愛い表情を作ってるようなアレンジになってるなと思います。あと、ゆきひろさんがドラム参加してるんですけども、もうこれかなり珍しいと思うんですけど、ブラシのスティックを使ってるんですよね。ご存じない方のために言うと、ジャズとかで使われるブラシっていうスティックがあるんですよ。普通はこう木の枝みたいなやつで、木の枝ってことないんですけど、スティックで叩くと思うんですけど、それがこう、掃除機みたいなね、こうワイヤーのブラシになってるんですよ。そういうスティックがあって、それだとちょっと柔らかい音がするんですよね。それでドラミングしてるっていうのはもうこの曲ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。以前もゆきひろさんはDJ が使うターンテーブルですね、あのスクラッチを SE 的にね、サウンドエフェクト的に使ってたっていう経験があるゆきひろさんらしく、ここもやっぱりブラシをそのいわゆるジャズみたいな感じの叩き方じゃなくって、普通のドラムのスティックがブラシになっただけなんだよみたいな感じのプレイスタイルなんですよね。この辺やっぱゆきひろさんのオリジナリティっていうのをすごく感じていいなと思いました。ぜひ聴いてみてください。で、次マイディアですね。マイディアは元々の楽曲自体もすごく、アコースティックなチェンバロとかで始まってた曲ですね。渋い楽曲ですけども、あれやっぱハイドのソロアルバム、ハイドさんのレントゲンとかね、あとは最近のソロとかにも通じるような、いわゆるその普遍的な、アレンジだったと思うんですよね。生楽器主体の。なので、このラコースティックのバージョンもめちゃくちゃしっくりきてました。もともとこれが原曲だよって、原曲に近いんだよっていう感じがするんですよね。アレンジはケンさんがプロデュースでやってるというふうに聞いてるんですけども。で、原曲だと後半をまさかの四つ打ちのドラムが入ってきてね、ドンドンドンってバスドラが入ってきて、結構打ち込みチックに展開してって、すごいこうドラマチックなアレンジが展開されていく曲ですけれども、このラコースティックバージョンはもちろんそういう打ち込みとかは使わずにですね、すごいパーカッシブな、パパンパパンパパンみたいな、その結構こう打鍵の強いピアノがですねバリバリ引っ張っていくアレンジになってて、これはこれですごい乗るんすよね。アコースティックっていうとなんか座って聞いて静かにね、癒されるみたいなイメージがあると思うんですけど、このマイディアで展開されるアコースティックのアレンジっていうのはもうすごいこうグルービーでですね、アコースティックイコール静かじゃないんだよっていう、その安直なアレンジに陥らない、これやっぱプロデューサー、この曲をプロデュースしているケンさんの、音楽的な志の高さっていうのを感じる、すげえかっこいいアレンジになってました。で、次ハニーですね。ウィングスフラップのカップリング、一番最初にラコースティックバージョンで検索した時ハニーが出てきたんで、これ聞いてもうほんと腰抜かしたんですけど、めちゃくちゃいいんですよね。もともとこのラルク・アンシュエルって眠りに寄せてっていう楽曲でね、ボサノバのアレンジを披露してて、すごい音楽的なレンジが広いバンドなんだなっていう風に思ってましたけれども、このハニーもいわゆるボサノバ風のアレンジではあるんですが、もうちょっとこうラテン寄りな情熱的なアレンジになってて、またハニーと合うんすよね。ハニーのメロディーがすごい際立ってて、でハニーって正直、ドエル的にはもう何回も聞いてきてるし、なんかテレビがあったらラルクってハニーが流れるしね、正直ちょっと聞き飽きたなっていう感じになってたと思うんですけども、このラコースティックバージョンのハニーだったら、あとこれからあと1年か1万回ぐらい聞けそうな気がしてですね、ちょっと良かったですね。味変したみたいな
感じっすか。大盛りのなんかカレーかなんかココイチで食べてたんですけど、まあ、ちょっと大盛りしまったな、味飽きてきたなっていう時にちょっとソース投入して味変したみたいな感じでですね、すげー良かったですね。歯にまだ飽きなくて済んだなという感じがしました。でやっぱりこのハニーっていう楽曲自体が素晴らしいメロディー、素晴らしいコード進行、まあ、もちろんコード進行ちょっといじってますけど、やっぱ楽曲自体がすごくいいなっていうのを改めて感じさせられるアレンジでした。で最後クレイドルですね。私的にはこのラコースティックシリーズで一番好きなのがこのクレイドルですね。まあ、クレイドルのこのアレンジって、まあ、アコースティックバージョンっていうよりはリミックスバージョンに近い解釈なんですよね。まあ、そこはやっぱりプロデュースやってる、ゆきひろさんと、あとアグラフの牛尾さんっていうね、分かる人はおおアグラフの牛尾さんかっていうぐらい の有名な人ですけども、まあ、電気グルーヴのサポートだったりとか、あと元スーパーカーの中高さんとユニット組んだりとかですね、ラマっていうバンドで一緒にやったりとかしてる、そういうこうエレクトリックミュージックにはすごく造詣の深い方と組んでですね、作ってる楽曲です。もともとの楽曲も結構トリップホップっぽいと思うんですけれども、このクレードルはもうほんとワンコード、まあ、ワンコードというかその、同じコード の繰り返しでですね、もっとトリップ感が増してますし、すごいこうチルなアレンジになってます。で音が綺麗だからそういう風に聞こえませんけれども、もっとわざとチープにですね、ちょっとこう汚した感じの音の処理にすると、まあ、最近流行ってるローファイヒップホップですね、ローファイヒップホップっぽくなるような気がしました。まあ、そういうのちょっと試してみてもまたいいかなと、私が個人的にやってみようかななんて思いました。あとは、まあ、後ほどまたお伝えしようと思ってたんですけど、そのハイドレスバージョンがですね、この4曲もちゃんと配信されてるんですけども、まあ、このクレイドルのハイドレスバージョンなんかも完全にクラブ系の音楽で、もうこっちだったらもう完全にラルクだとはバレませんね。はい、まあ、ラルクとバレちゃまずいんかっていう話があるんですけど、まあ、非常に機能的な音楽として、聴けるアレンジになってました。で、まあ、さっきちょっと言いましたけど、ハイドレスバージョンがちゃんとこの4曲も配信されてるのが私的にはとても嬉しいです。まあ、ラコースティックバージョン自体、あ、これハイドレスバージョンじゃなくて、そうですね、ラコースティックバージョン自体生楽器主体の聴き心地の良いアレンジになってますから、私はそのボーカルが聞こえてるとついやっぱりボーカルの方を聞いちゃうんですけれども、このハイドレスバージョンのラコースティックバージョンだったら、まあ、勉強する時の BGM とかね、まあ、そういった時にも機能するんでとてもいいなと思いました。まあ、1枚アルバム作ってもらったりすると私的にはとてもいいなと、寝る時にかけたりとかね、そういうことができるとてもいいコンセプトの楽曲シリーズでした。まあ、なんで4曲で終わっちゃったんかなとか思うんですけどね、やっぱりハイドのソロっぽい雰囲気があるんで、まあ、そっちでやろうかっていう風になったのかなとかっていう風にちょっと思ったりもしましたけれども、これはちょっと時系列的に合わないかもしれないですけどね、まだバリバリバンプスとかやってる頃かもしれないし。で、まあ、あと思ったのはやっぱこういうアレンジでやるんだったら、まあ、やっぱりそのケンさんがいて、哲也さんがいて、ゆきひろさんがいてっていう4人じゃなくて、まあ、自由にね楽器の入れ替えとかもできるんで、まあ、バンドでやるよりやっぱソロでやった方が合うかなとかね、まあ、そういう判断とかっていうのはやっぱあったのかなとか思います。あとこの4曲って哲也さんがプロデュースしてるバージョンの楽曲がないんですよね。私一番哲也さんのバージョン気にしてたんですけど、なくて楽しみだったんですけどね。でもそれっていうのはやっぱ彼が昔言ってたその原曲がやっぱり一番ファンにとって魅力的だからっていう、その哲也さんの哲学をね、反映させてるように私は感じるんですよね。結構やっぱり昔の曲をセルフリメイクだったりとかセルフカバーとかで撮り直したりとかするバンドとか多いと思うんですけど、まあ結局やっぱり一番最初に聴いてる、何回も聴いてるバージョンがファンにとってはやっぱ一番良かったりするじゃないですか。それ哲也さんが前言っててね、この人すごくファン心理が分かってる人だなってやっぱ思ったんですよね。
だからラルク・アンシエルって、まあ、デューンとかね、インディーズのアルバムを取り直したりすることはないわけじゃないですか。リミックス、あ、まあ、リミックスというか、リマスタリングして、あの、10周年バージョンとか出してましたけどね。そういう、こう、彼の哲学っていうのが、まあ、ここにも反映されてるのかなと思いました。ラコースティックバージョンなんか作るよりも、やっぱ元々のバージョンがファンにとっては一番いいんじゃないのっていう、哲也さんからの、まあ、メッセージっていうのも感じる、このシリーズでした。で、番外編ですけども、ライブではですね、仮想のラコースティックバージョンも披露してまして、これは2012年と2014年の、ライブの DVD とか、まあ、円盤の方で、聞けます。もしお手持ちの方はですね、またこれを機会に聞いてみるといいんじゃないかなと思います。まあ、私的にはですね、やっぱりあの仮想はあの音源のもう本当動き回る、その暴れ回る、あのグルービーなあのベースラインが大好きなんで、まあ、そこがちょっとこう聞けないっていうので、まあ、ちょっと個人的にはですね、あのちょっと寂しいなというバンド、アレンジではあるんですけども、これはこれで本当素晴らしいアレンジになってます。で、最後にですね、まあ、こんなんもう完全に打足なんですけど、まあ、私がラコースティックバージョン作るんだったらどうなるかなとか一応ちらっと考えてみたんですけど、例えばですよ、まあ、ステイアウェイとかレディーステディーゴーあたりの、まあ、すごく明るくてポップでメロディーが、まあ、ストレートな、まあ、哲也さんの楽曲とかをマツケンサンバみたいなアレンジにするとどうかなとか思ったんですけど、どうですか。まあ、さっきね、ラコースティックバージョンは BGM としていいですよとか言ってましたけども、これやっちゃうと全然あの BGM にならないんですけどね。例えばマツケンサンバのちょっと想像してみてくださいね。オーレーオーレーってあるじゃないですか。デケデケデマツケンサンバのとかね、あそこのオーレーオーレーのオケで響いてーってあのレディーステディーゴーのサビをちょっと合わせて、あの皆さん頭の中でちょっと鳴らしてみてください。なんか合いそうな気がしません？ドンツカドンツコドンツカドンツコってこのサンバみたいな、あのマツケンサンバのアレンジでレディーステディーゴーのサビ鳴らしてみて、誰かこれできる DJ いませんか？ミックスできる DJ もしいたらですね、ぜひ声かけください。この アイディアは私が考えましたけど、はい、譲りますね、このアイディアね。聞いてみたいアレンジです。はい、まあ、そんな感じでちょっと私が一人で盛り上がってますけど、まあ、やっぱ本当ラルクってもう本当ただのロックバンドじゃねえなと、やっぱり音楽を愛した、まあ、優れた音楽家集団であるなということを改めて再認識するシリーズでした。もしラコースティックバージョンまだ聞いたことないなという方はですね、まあ、本当各種サブスクリプションサービスのおかげで今簡単に本当聞けますんで、ぜひ聞いてみて、一番自分が好きなアレンジ、自分が好きなラコースティックバージョンこれですよみたいなのをコメント欄とかでまた教えてもらえると嬉しいです。ここまで、動画ご清聴いただきましてありがとうございます。この動画良かったら高評価と、あとチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。